全然一つもない。俺全部グリーンなんだけど、なんで。はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。ヘルティブログです。今日は遺伝子検査をしたいと思います。こちらを用意しました。ダダン。サークル DNA プレミアムの遺伝子検査キットになります。これちなみに500項目以上の情報がこの遺伝子検査で分かるんだって。いろいろ分かりますよ。すごいですよ。僕らの情報が丸裸になります。いろいろ書いてあるよ。ダイエットとかがんリスクとかいろいろ分かります。ちなみにレナがずっと遺伝子検査をやりたいやりたいってずっと言ってたんだよね。まあ具体的にこの検査はずっと前からやりたかったです。まあ私の家族意外とがんが多い。そうだね、がんリスク。そう、がんリスク高めだよね。それはあの DNA とかでも分かるから、うん、ちょっとこの検査で私のがんリスクはどんな感じかとか、そうそうそう、普通の他の病気のリスクとかはどんな感じかとか知りたいよね、はい、あと将来子供を考えた時に、はい、その子供にどういう遺伝がいくか、あ、そうだよね、っていうのも分かるんだって。これが分かった上で、うん、あんなポンコツと子供を作りたくないよということになると、こんなポンコツやろ。そういうのを楽しみながら病気のリスクもね分かるからね。はい。あとさ、視聴者さんからよくコメントで、レナが前世日本人じゃないのとか、日本人の血が入ってんじゃないのとかってよくコメントでもらうじゃない。そうかな。日本が大好きで日本の理解がすごいじゃん、レナって。ありがとう。で、日本人っぽいところもあるじゃない。でも顔から見ると、まあ、全くそうでもないよ。ザ外国人なんですけど。外国人だよ。すごいのはその先祖のルーツがどこにあるかみたいなところも分かるんですよ。これ半分日本人半分ヨーロッパ人かもしれないし、だったらこんな顔で僕半分ヨーロッパ人かもしれないし、まあてな感じで、この遺伝子検査キット使って僕らはがんのリスクとか健康上の問題点とか、まあ、あとは先祖のルーツみたいなところをチェックしていきたいと思います。はい、じゃあやってみましょう。じゃあやりますよ。ちなみにこれね、世界で最も包括的な、おお、怖い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 。最も包括的な検査で、さっき言ったけど20カテゴリーで500以上の情報が分かる。ちなみに正確性も 99.9%。 すごい。すごいよね。そんな正確性で分かるんだよ。じゃあこれを開けてここに入れる。入れたら、あ、この赤いところでプチッと切るんだ。折った。で、閉める。で、これをタカが言ってたフリフリをする。これをフリフリ、こんな感じかな。で、今検査したこのキットをこれからラボに送ります。無料でね。そう、無料で送って、で、結果は携帯のアプリで見れるんだって。で、18日間ぐらいがかかるから、今から18日後にその結果をすっごい楽しみにしてます。私たちは待たなきゃいけないけど、皆さんは1個の動画の中であと30秒で見ることができます。はい、なのでこれを送って18日後にワープします。はい、ということで18日経ちました。はい、それでこのアプリで結果が出ましたので。出ましたね。衝撃な結果出ました。衝撃な結果じゃないでしょ。皆さん交互期待ですよ。あの、私たちはもうチェックして、で、今からは皆さんとあの一番面白いところをシェアしてみたいと思います。本当にあのここに書いてある通りに500項目以上のレポートがあるから、うん、もうめっちゃめちゃいろいろが分かる。はい、じゃあどこからスタートしますか。食事とか面白いんじゃない？ OK。じゃあ、食事。健康的なバランスの取れた食事がいいらしいよ。まあでも日本食が合ってるってことじゃない？バランス取れた。お肉、魚、野菜。健康的な食事。いや、日本食は大体あれでしょ？炭水化物が多いとか。あ、多いね。炭水化物。だからそれが良くないかもしれない。俺ちなみに炭水化物の少ない食事がいいって書いてある。だから。変えなきゃいけないよ。じゃあその下にいくつかのレポートがある。で、赤くなってるのが非常になってる。アルコール感受性が通常よりも高めって書いてある。だからアルコールの時の反応が強く出るって書いてある。だから私はアルコールお酒に弱い。皆さんがいつも信じてないんですけど、ね、あとはスパイスにも弱い。スパイスも感受性高い。だから辛いものが強く反応しちゃうってことだね。まあ俺もちなみにそこ一緒。スパイスの感受性高いなって。お、超味覚あるじゃん。それは嘘じゃない。だから味覚を感じ取りやすいとかでしょ。いいんじゃないの。僕はバカ舌でしょ。ちなみに俺も超味覚ついてる。皆さん動画見てれば分かると思いますけど、レナさん味の違いあんま分かっておりません。分かっておりません。その次も面白いよ。甘いものが好む、うん、
甘党だね。それは合ってるじゃん。そうだよ。体重の増加リスク高いって書いてある。非常にとてつもなく高いって書いてあった。書いてなかったよ。リバウンドするリスクってことだ、うん、だから痩せてもすぐリバウンドしますよっていう、まあ、食事美味しいからね、まあ、だからこそこう常日頃リバウンドしないように気をつけようって思えたりするしね、うん、この結果をもとに。そうだね。これちなみにさ、こうわーって見ていくとさ、もうカテゴリーがさ20個ぐらいあるからさ、そうたくさんあります。これもう1日見てても楽しいよねこれ。成功の特性とかいいんじゃない？ Okay、 私は成功する人間だよ。あなたは成功しませんって言ったらどうする？そういうことか。 IQ とかね、IQ、 はい、 OK、 IQ、 あなたの IQ が高いって書いてある。気持ちいい。平均的高い非常に高いのね。ここの下に書いてあるのが、うん、その DNA からは 50% しか影響しないよ、うん、なるほど。残りの 50% は育て方とか勉強とか生き方とか日々日頃の努力とか。ちなみに俺とてつもなく高いって書いてある。平均的って書いてある。IQ 平均でした。私の価値、まあ、皆さんが分かるでしょうね。 IQ 平均的なんだ。社長と部下だから。次 EQ。 EQ ね、心の知能だから相手の感情にどれぐらい寄り添えるかとかってこと、うん、EQ 何、はい、平均的です。平均的書いてある。でもここでまた読まなきゃいけないのが、これが 10% しか影響しないよ DNA が。あ、そうなんだ。ほとんど影響してないけど俺高いって書いてある。 EQ 生まれ持った EQ は高い、うん、でも 10% だよ。ただ 10% しか影響しない。残りの 90% は低いということだよ。あとは起業家の精神指数って、そのあなたは起業家に向いてるかどうかみたいな。2人ともこれね高い。僕も高い。レナも高い、まあ、だから YouTuber。 面白いね。起業家の傾向のおよそ 30% から 40% は遺伝に基づくって書いてある。なんか多いよね、うん、EQ よりだいぶ多い。3割ぐらいは生まれ持った起業家特性が高い人が実際に起業家になってるってことだね。学歴は私平均。私も平均。じゃあいいだ。平均的な学歴ですよね。ここに書いてあるのは教育の達成や学歴の 20% から 40% が遺伝子の影響を受けてます。だからまあさ、結局半分は遺伝子だけど、半分以上はその人の生まれてからの努力とか幼少時代の育てられ方とかが関係するから、まあここはね努力次第で何でもなるよね。そうだね。言語能力はちなみに2人とも平均的って書いてある。でもまあレナで言ったらさ、日本語、英語、ドイツ語喋れるでしょ、ね、で俺も英語と日本語とドイツ語ちょっとしたドイツ語喋れるでしょ。だから言語能力は非常に高いだと思うけどね2人ともね。遺伝子検査の結果によると、あなたの言語能力は平均的であることが分かります。でまた学校や家庭環境、親の育て方など他の要因によっても大きく影響を受けます。だからやっぱそうだね、うん、成功の特性面白いね。二人のなんか何実力みたいなのがさ丸裸になる。そうだ ね、 そうだね。結局二人ともまあ普通のポンコツだったということですね。ということです。性格特性。性格特性、レナ協調はバランスが取れてるタイプって書いてある。まあそうだよ、まあ、バランス型だもんね。競争心が強い、挑戦的なタイプって書いてある。まあ、合ってんのか合ってないのかどうでしょうね。合ってます。どうでしょうどうでしょうね。どうでしょう。外交性は真ん中だね。レナバランス取れてる。控えめなタイプの人と、まあ、外交的な活発なタイプの人がいてる、まあ、絶対に、まあ、バランス取れてるタイプだと思うよ。ちなみに俺も活発なタイプで、外交的なタイプで、そうかな、まあ、54% が遺伝要因で、はははは、残りの半分は半分だね。その後の人生においてだから。じゃあ次は一番大事なところ、がんリスク。あ、がんリスク見とく。そうだね、レナもともとね遺伝子検査やりたい理由ががんリスクだもんね。はい。ででん。これは下に行くといろんながんが出てくるけど、これすごいね。マジすごくない？こんないっぱいさ、いろんながんのリスクが遺伝子から分かっちゃうんだね。で、その中で私はがんのリスクがないって書いてある。俺も何も検出されませんでしたって。これ全部よかった、一安心。でもちろんそれは DNA だから、他のいろんな影響があるでしょ。ある。食生活とかも多分関係するだろうし、うん、睡眠とかも関係するかもよ、もしかしたら。ストレスとかね。タカトのストレスだね。こっちのセリフこっちのセリフです。はい。じゃあ他の一般的な健康上のリスクもあるよ、うん、ああ見てみる。
はい、うわ赤くなってるところがあるよ。赤を俺全部私一つもない。 俺全部グリーンなんだけど、なんでだ、健康的な男ってことでしょ。やば、コレステロール高めじゃんこれ。いやー脂っこいものばっか食べてんじゃないの。お社長あともう一個あったよ。高血圧高血圧なんだルナ。いやそれも良くないよね。高血圧良くない、危ない。でも私のパパも高血圧だよ。あ、じゃあそこは遺伝してるかもよ、もしかしたら。可能性がある。絵とか使って説明してくれるからすごい分かりやすい。たかが何もないのがちょっと、まあ俺本当に証明しましょうか。緑全部緑です。ちょっと上に戻ってさ、はい、身体的特徴ってあるじゃん、はい、それ面白いかもよ。上から体臭普通以上の可能性がある臭いという可能性が、うん、でもレナ別に臭くないよ。よかった。痛みの感受性やや高めって書いてあるよ。俺高いって書いてある。だからいつもなんか何もない時にとかは死ぬかもしれないっていうか本当にあのビビりというか、まあ、俺ビビりだよ。俺痩せてる可能性が低いって書いてある。あれレナは痩せてる可能性が低い、一緒じゃん。ってことは2人ともデブってことだね。体重の 40% から 70% は遺伝によって決まります。だいたい子供とさ親ってさだいたい同じような体型するじゃない、うん、でも私の両親が痩せてるよ。うん、でもレナはね。そういうこと。じゃあ最後に、うん、皆さんが一番知りたいのが、俺も一番知りたいですよ。先祖の構成、レナさんがドイツ人なのか、ドイツ人でしょ、ドイツ人なのか日本人なのか、うん、デデン、え、なんか私の顔が出てる。合ってるよ、目の色青で金髪で、ね、98% ヨーロッパ、ヨーロッパ系、東南アジア系、ほら 1.06% 入ってるよ。これ開いてヨーロッパのどこかが出てくるよ、うん、それで言うと南ヨーロッパ系 31%、 東ヨーロッパ系 24%、 北西ヨーロッパ24%、 だからバランス取れてるね、なんかすごい。なんかこうヨーロッパの中で多分いろいろこうみんな移動してるから、うん、そうだね。それによって私もいろんなこう影響があるって感じ、うん、でも一番高い 31% が出てるのが南ヨーロッパ系でしょ、うん、だからドイツと合ってんじゃないの、南ヨーロッパって。南じゃないのかな、ヨーロッパ、南ヨーロッパってどこ、逆にスペインとかその下の方、そう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 、イタリアとか、そうそうそう。でもドイツの中でもさミュンヘンって南側じゃん、だからまあ南ヨーロッパって言ったら合ってんのかもしれないね。で東南アジアの 1.06% はインドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、カンボジアおよびビルマ系が 0.84%、日本入ってません。日本入ってません。ベトナムが 0.22、 南アジアが 0.87%、 ヨーロッパ系とは祖先が東ヨーロッパ、北西ヨーロッパ、北ヨーロッパ、および南ヨーロッパ出身などを指します。南ヨーロッパ系とは、祖先がギリシャ、バルカン諸国、スペイン、イタリア。ちなみにドイツは北西ヨーロッパに入ってるんだって。イギリス、アイルランド、フランス、ドイツなどのヨーロッパ北西出身の人が指します。これレナは何パーセントかというと 24%、 東ヨーロッパ、ロシア、ポーランド、ハンガリー、まあ、東ヨーロッパだね。だから本当に私はもうヨーロッパの混ぜ混ぜの人だから、ミックスされてるね。あまりこの私の顔を見てドイツ人だねっていうのがすごい分かりづらい可能性があるよね、うん、ほぼほぼヨーロッパ人だよ。確実にヨーロッパのどっかで先祖がいたって感じだね。そういうこと。ちなみにね、日本多分東アジアに入ってるよ。ここだよ、日本人および韓国人ゼロ。でも私たちは子供を作ったら、うん、あ、どうなるんだろうね、子供ができの遺伝子検査したよね、うん、だヨーロッパ系 50%、 東アジア系 50% ぐらいになるんじゃない、ちゃんと。じゃあ祖先、はい、はい、デデン、タカの顔をしてるよ。確かに黒い髪で。あ、でもいいじゃん、東アジア系が 90% 以上だもん。日本人および韓国人の割合が 75% ぐらいで、中国人 18.2% ぐらい中国人入ってた。だからみんな言うんでしょうね。俺よく言われるんだよね、その海外でね、 Are you Chinese? って言われるんだよね、うんうん、あとアフリカはちょっとだけ入ってる、 6% も入ってるよ。なんか少なくはないよね。東南アジア系 0.98、 ベトナムが 0.75、 ヨーロッパ系 0、 ゼロ。
昔はよく韓国とか中国から人が日本に来てたでしょ、うん、だからそれによってもう完全に日本人だけど、その昔の地がそこから来てる、うん、でアフリカがちょっと入ってヨーロッパ系はゼロという感じでした。それだけのためにやりたくなりますよね。そうだよね、これ自分のルーツどこにあるかみたいな知りたいよね。はい、ということでいろいろ分かりましたね。いろいろ分かりました、私たちについて、僕らの遺伝子について。はい、皆さんも楽しかったでしょうか。私たちについていろいろ裏 の、ね、その出てないことが今いろいろ分かりましたね。健康的なところとか、がんリスクとか、性格のところとか、能力とかもね、あと見かけのところとかね、みんなで見てたら多分1日過ごしちゃうよこれ、うん、めちゃくちゃ楽しい。よりこう仲良くできる感じはしますね。いろんな絵とか簡単な日本語で書いたりするから、読んでて分かりやすいから、すごいいい感じ。ちなみに皆さんもこちらのサークル DNA のプレミアム検査をしてみたい場合は概要欄にリンクを貼っておきました。僕らの視聴者限定で 40% オフで購入できるクーポンコードも発行してもらったので、ぜひ興味があれば概要欄のリンクからチェックしてください。結果がここが面白かったよとかは、うん、コメントでぜひ教えてくださいね。ということでこの動画がここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。